ニボリリ、やっぱりいいね。かつて出会った人がコスプレやめてたり、恋という気持ちに気づかなかったり、主人公に目線を送るところとか、そういうところも良かったし、一番良かったのはリリエルじゃなかったですね。からの良かったよリリサっていうところ、もうこういうところが熱くなりますよね。夏コミも頑張ってほしいです。以上、ニボリリのお話でした。